1984年から1983年まで日本国有鉄道が運営していた鉄道路線である。北海道知らぬ家具に知らぬ家町に所在する根室本線の知らぬ海域から分岐し、道町日個地区の北新駅までを結んでいた。1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行を受け、特定地方交通線廃止の第1号として、 1983年10月23日に廃止された。白抜家町の北端にある二股への鉄道を付設する構想は第二次世界大戦前からあり、専門本線の手鹿川駅から二股を経由して、地北線の阿蘇路駅までを結ぶ、串路下地線が提案されていた。大戦後は、白抜家か,から二股を経由して、阿蘇路へ結ぶ白抜家線構想が持ち上がり、 1951年に、白らぬ課町が中心となって、運動を開始し、阿ョロ村、西阿ョロ町と連携して、規制会を結成し、中央省庁への働きかけを行うようになった。1952年には、現地での測量が行われ、1953年8月1日に、改正鉄道不設法が改正されたことにより、第一条別表を第147号の2に掲げる。 予定線として、釧路国知らぬかより、十勝国阿蘇路に、イタリル鉄道と規定されて、知らぬか駅から地北線の阿蘇路駅までが予定線となった。さらに、阿蘇路駅から新徳駅までの北、十勝線と合わせて、根室本線のバイパスを形成する予定であった。この他に、東路線のラワンから分岐して、上阿蘇路を経由し、愛い線の北見愛い駅へ至る。 赤ん線という構想も存在した。予定される路線の沿線には、こういう民有合わせて6万4000ヘクタールに及ぶ森林資源と約3億2000万トンに及ぶ高品質の石炭があり、一時は石炭連産50万トンを目標として5カ所で採短が行われ、人口も2万3000人に達していた時代があった。石炭産業は第二次世界大戦後から、 相次いで現地に入り、縫い別の三菱工業、上茶路、右桃のオス別炭鉱、二股の明治工業、茶路の共同石炭などの工業圏が設定され、一部は実際に生産を開始していた。さらにアショロー口にある日本特殊工業和観光業所では、年間2万トンの用の生産を行っていた。しかしこれらの資源はトラックでの搬出を強いられていた。ため輸送費がかさみ、 増産が困難という問題を抱えていた。森林資源については、アショロからラワン、ジョーアショロを経由して鳥取までを結ぶ森林鉄道が開通し、馬車や河川流走などでも運ばれていたが、輸送力が不足している状況であった。こうした森林、石炭資源の開発が知らぬ河川の大きな目的であった。また北見、北十勝地方で生産される 農産物を釧路港へ輸送する経路を短絡することや、阿蘇路からラワンにかけて計画されていた開拓地の輸送を担うことも期待されていた。用地の買収にあたっては、札幌鉄道工事局や知らぬ課長当局と地元の農民団体の間でちみどろともされる争いがあり、町議会においても対立で紛糾するといった事態となったが、1958年に、 白らぬかから阿蘇路までの 76km が建設線に認可され、6月に着工された。この時期に建設が開始されたのは、釧路ろ丹田における失業対策が考慮されたという。1964年10月7日に、白らぬかから上茶路駅までが開業した。折しも、おす別炭鉱の上茶路炭鉱が本格創業に入る時期であったため、 同炭鉱からの石炭輸送には、知らぬ河川が利用された。出荷量年間十数万トンのほとんどが、知らぬ河川による輸送であった。この頃、知らぬ河川には、石炭車を長く連ねた、石炭輸送列車が走り、上茶路地区はわずか9個の農家のみであったのが、一挙に250個600人が住み商店、学校、郵便局、駅、 役場支所などが立ち並ぶ町へと成長した。しかしながら、当初予定されていた木材の河川流送方式から、鉄道輸送への転換は実現することなく、自動車による運送に転換していった。一方、1968年には、上茶路駅以北釧路二股駅までの区間で、路盤工事に着手。翌1969年には、軌道敷設工事が開始されていた。 この工事は、日本鉄道建設公団の手により1970年には完成していたものの、折り悪く、上茶路炭鉱は1970年2月に閉山となり、石炭輸送が皆無となっていた。また、当時は赤字83線のローカル線廃止取り組みの最中であり、開業すれば赤字必至のローカル線の引き受けを国鉄が拒否したため、 完成した線路が2年間にわたって放置されていた。国鉄北海道総局では1970年11月11日、上茶路から北新館に列車を運行した場合、営業係数は2291になる見通しを初めて公表した。開業した場合、1日3往復させる計画だが、1日の利用客は56人。 年間の赤字額は998万円と、試算した。すでに開業した白らぬか上茶路館と合わせた白らか、北新館の営業係数では1260となり、赤字経営に白車をかけ、それに、おす別炭工場茶事工業所が閉山された今、それほどの重要性は持たないとした。赤字83線の取り組みが頓挫した1972年7月7日に、 田中角栄内閣が成立し、北海道出身の佐々木秀代が運輸大臣に就任した。直後の7月12日に、知らぬか町長の千葉清志が運輸省を訪問して、佐々木大臣に、串路二股駅までの開業の要請をしたところ、話が急速に進んで7月14日には、開業日課が降りることになった。開業に際して、延長区間に二駅設置された奥茶路駅と、 終点である、串路二股駅に関しては、さらなる延長への期待を込めて、延伸開業時にそれぞれ、下北進む及び北進と変更され、1972年9月8日に北進駅までが開業した。開業前、同区間にはマイクロバスが一応往復していたが、乗客は30人足らずであり、需要がないことは確実であった。同年6月に、北海道内で、 殺傷線の一部区間が廃止されていたことから、同線沿線関係者による知らぬ河川より利用者の多い殺傷線をちぎっておいて、片方で廃止予定線を延長することはおかしいとのコメントが全国紙に掲載された。残された、釧路二俣諸路間についても、現地調査と地図上での比較検討が行われ、1965年1月から線路選定が行われていた。 路線は、二股から、左湖、稲牛、中アショ路を通って、阿ョ路へ至るルークシチャロ川、稲牛川沿いの経路と、右桃もも、ラワン、中アショ路を通って、阿ョ路へ至る小イカタホロカチョロ川、ラワン川沿いの経路の2案が、比較検討され、1966年1月に、後者の経路に決定された。これは、ラワンと、北宮よいを結ぶ、 赤線構想との接続を考慮してのことだと推定されている。アショロでの取り付けは、北見と釧路を結ぶ役割を考慮して南側からとされた。1967年8月に工事実施計画が承認され、白ら町とアショロ町の境界には延長5200メートルの釧路価値トンネルが計画されていた。1969年7月からは、 路盤工事も開始されていた。しかし、沿線の炭鉱閉山に伴い人口が激減していた。手を組むはずであった北都勝線も頓挫し、白ら線は、新線延長は、愚か機械業線の存続すら危うい状況に陥った。結局、北新延長を果たした1972年に、伊北への延長工事の中止が決定した。過疎化に加えて、 自家用車の普及もあり、白らぬか千里用客数は1969年度の年間15万2000人を最高に年々低下の一途をたどるようになった。1978年には、白らぬか上茶路間の貨物輸送も廃止され、常に廃止対象路線にリストアップされていた。それでも当時の白らぬか町長の千葉清をはじめ沿線は廃止に反対した上、 本来の目的であるアショロまでの全線開通を願い、また上茶路ャ港跡地の炭鉱住宅を生かした、青少年旅行村施策により夏場は賑わい、臨時列車を出したほどであった。1980年に国鉄再建法が成立すると、特定地方交通線の選定基準であった1977年度から1979年度までの輸送密度が123人。 日しかなかった知らぬか線は1981年に第一次特定地方交通線に指定された。この時点での知らぬか線は営業係数2872という大赤字路線で知らぬか町も特定地方交通線の廃止基準が決まった時点でもう助からないと腹に決めたと思ったという。当初は知らぬか町も廃止反対の立場であったがその理由は 未成全であるという一点のみであった。また、同様に廃止問題を抱えていた自治体で構成されていた北海道特定地方交通線関係市町村協議会は、それまでは廃止反対という統一行動をとっていたが、1982年3月に各線区ごとに地元の事情を勘案して検討という方向性に切り替えた。白ら河は全線が 知らぬ課長内であり、複数の自治体を走る多線に比べ地元自治体からの了承取り付けは容易であったこと、ほぼ並行して国道392号が通っており、しかも集落は線路沿いよりも国道沿いにあったことなどの条件もあり、同年8月31日には知らぬ課長議会でバス転換の方針を固め、 7ヶ月の間に5回の協議を経た1983年3月には全会一致でバス転換に関する合意が成立した。なお、知らぬ河川の建設当時に農地を提供した住民からはたった10年余りで廃止になることへの不信感は強かったが、毎年赤字ワースト上位で新聞に載る路線だけに鉄道とはこんなものだという諦めの気持ちも強かったために、 強硬な反対運動はなかったと見られている。どの報道メディアでも廃止になっては死活問題という地元住民の声は全くなく、それどころか廃止になるので一度乗っておこうという沿線住民が多かった。こうして知らぬ河川は1983年10月22日限りで特定地方交通線の先陣を切って廃止された。最終日は 定期列車に増結が行われたほか、臨時列車もに往復運行され、そのうち1往復は重量編成という、長大編成であった。開業から19年、乗茶路から北進間が延伸開業して、わずか11年後であった。また、1972年の延伸区間は、バス転換された、特定地方交通線としては、最後の開業となった。 大隅線の延伸区間の1日前の開業であった。ほぼ平坦な地帯を屈曲しながら、チャロ川に沿って北上する路線で、チャロ川を、知らぬか神茶路間では10回、上茶路から北新間では13回横断していた。支流まで合わせると、橋梁の数は、知らぬか神茶路間で41箇所1678メートル。 上茶路から北新館は15箇所1568メートルとなっていた。またトンネルがカダカトンネルと縫い別トンネルの2箇所あった。レールは30キログラムレールを使用し、最急勾配は16パーミル、最小曲線半径は300メートルであった。比較的建設年が新しいため、コンクリートで作られた橋梁が多かったのが特徴で、 廃止から18年が経過した2001年時点でも多くの橋梁が残存していた。開業時は、知らぬか上茶路間に前線投資の列車が1日4往復運行されていたが、1972年の北新延長時に1往復減便され、それ以来前線投資の列車が1日3往復運行される体制が最終日まで続いた。車両の送り込みを兼ねた根室本線、 釧路駅方面からの乗り入れもあり、朝の運行に関しては、釧路駅根室駅間を走行していた急行、ノサップ号に使用される急行型車両を、間、ま、合、あ、い運用していた。廃線から32年後の2015年に、同東自動車道の裏掘ロインターチェンジ、白ぬかインターチェンジ間が開通し、縫い別駅跡地近くに白抜海インターチェンジが、設置されて、アシ町の南側にある、 本別町から白ぬか泉未成区間に近いルートで、十勝と釧路の両地域間を結ぶ交通網が整備された。2016年には、白ぬかインターチェンジから釧路市西部の赤んインターチェンジまで延伸され、道央と道東を結ぶ道内幹線交通の一部となっている。2021年4月、白ぬか町は国道392号をまたぐ、 第10茶路川橋梁の約57メートルと堂々知らぬか本別線古道橋の約35メートルを崩落の危険があるとして撤去することを決め、関連経費約2億4000万円を年度予算に盛り込んだ。知らぬか線の代替バスは当時の道路運送法101条による特任を受けて自家用バスによる有償乗り合い輸送で行われることになった。 民間バス事業者ではなく町営バスとなった理由は民間バス事業者では運賃や便数について住民の了承が得られる保障がない上いずれバスも廃止になるという住民の不安を払拭するためと説明されているしかしこれにより国鉄再建法24条に基づくバス運営費補助が受けられないということになった知らぬか町営バスは 知らぬ会期前に設置された町営バスターミナルと二股を国道392号経由で結び、途中停留所は28カ所が設定された。定員72名の大型ワンマンカー2両が導入され、町営バスターミナルやバスの車庫、バス発着道路、自転車置き場、運転士住宅などが整備された。初年度の町営バス欠損金の見込みは3200万円で、 あったのに対して、1982年度の知らぬ河川の欠損額は2億3200万円であった。転換事業に要した総額は、運営基金を含めて10億1300万6000円で、廃止路線に 1km あたり3000万円の転換交付金9億9300万円が当てられて、残りの2000万6000円が、長費負担となった。 運行開始当初は1日4往復であった。バスは車内にトイレがなく、鉄道より所要時間が長いという欠点はあるものの、バス停の数が多く集落の近くにバスが止まること、便数を増やしたことなどで、それなりに好評を得て、運行開始当初は国鉄時代に比べて運賃収入が20%ほど増加したとされる。年月日時点では、 平日3往復、土曜1往復、日曜運休であった。2018年4月の白らぬか、町営バス路線見直しにより、茶路団地北は、茶路沢予約制バスとなったが、北新駅のあった二股地区への町営バスは、維持されている。全駅北海道白らぬか郡白らぬか町に所在。仮上降上には営業キロが設定されていなかった。括弧内に、 実記録を記す、ありがとうございます。